こんにちは。こんにちは。オーシャンズ編集長の原亮太です。スタイリストの菊池洋介です。アルコ&ピースの平子と坂井です。お願いします。お願いします。来ましたよ、3本目3本目来た、はい、いやもうね、曇り空に光をさしてさせていただきました。体格、ね、はい、ブラザーズをシュッと、はい、してみたり、体格生かして抜けを作って、ね、抜けを作って、はい、散々やってきましたけどね、はいはいはい、でもまあ要は男性、我々男性憧れの人がいて、うんうん、はい、あんな人かっこいいよなとかって思うじゃないですか。もう当然お二人にもそういう対象がいらっしゃるということで、それは僕はもうちょっと挑戦状に近いかもしれないです。やれるもんならやってみいいですけど、それはちょっと待ってください。誰への誰への挑戦状、メイドクターへの挑戦状、さすがに無理だろう。さすがに俺も無理ただ憧れてはめちゃくちゃいるので、はいはいはい、僕が憧れてるのは、はい、デイビッド・ベッカム。デイビッド・ベッカムサッカーもやってたんでずっと憧れてました。そうかそうか、そうですよね。なるほどね。ケーシー私服とかやっぱベッカムかっこいいっすね。かっこいい。ただ俺はやっぱサイズとか全然違うし、うんうん、確かに確かに俺ができるのかなっていう。なるほど。頼む人ビクトリアの方が手っ取り早い確かに手っ取り早くはないけど、ね、ビクトリアを呼ぶのが積もるの。でもまあもう長い年月をこう見ても、さまざまな男がチャレンジしてはついえてきた、確かにベッカムですよ。なるほど、なるほど。じゃあ頑張ります。ベッカム、ベッカム、はい、じゃあ今回はちょっとそのまま平子さんも、あ、なるほど、はい、聞いてみましょう。あの人だろうなと思います。はい、はい、いやそれはもうもちろん賢治、坂口ですよ。坂口賢治、海の塩の香り、うん、そしてほろ苦いコーヒーのニュアンス、この男がまといたいあの香りをですね、はい、僕もちょっと少しでもお近づきになりたいな。なるほどなるほど、なるほど、はい、かっこいいやな。僕は地元あのいわき市の小名浜って福島県ですけども、本当に海沿いで、うん、そのサーファーも多い地域なんで、サーフィンこそやったことはないですけども、はいはいはい、少しでもニュアンスはやったことないんですか。塩の香りはかかってるんで、ね、岡サーファーってことですね。岡サーファーででもなんかちょっとリアリティーな。なるほどなるほど。じゃあまずじゃあ今回もじゃあ坂井さんから、はい、ベッカムビクトリア呼べないんで、聞くチトリアでいい。やってみる、やってみる、うんね、やってみるとしか言えない。そうでも、うん、ちょっとあのいろいろ探してみたんですよ、うん、はい、もうベッカムさんはこういうようなのが代表的なスタイルで、うん、でしっといがね、今日スタイリストの菊池くんが、はい、あのもう大きく見て、うん、ベッカムのコーディネートってこういう共通項があるよねっていうところを導き出してくれました、うん、そう、あそれに挑戦してもらったんですか。いやなんかね、あのベッカムと、まあ、これとかはもう本当特徴的なんですけど、うん、やっぱりブラウン系にブラックだったり、あ、はいはいはい、でイメージある。そうで足元は割とこういう土っぽいブーツとかをあえて合わせるみたいなのを彼してるな、好きなんだろうなっていう、なんかそこヒントだったね。茶色ブーツ、ブラックみたいな、ブラック、うん、あとレザーもとか、ね、そうですね、レザーも好きですね、彼は。対極だ、普段はだからなんかもらい物のスウェットみたいなしか着ないからいやちょっとベッカムとはちょっと違うからいけるいけると思う。マンチェスター、マンチェスターに行ってみますか。よっしゃ、じゃあ実際、はい、焼、はい、いていただきましょう。お願いします。お願いします。お待たせしました、はい、お願いします。おお、どうすか。うわ、はい、ちゃい、はい、はい、はい、どうすか。やってました。あ、でも確かにね、だから要素、さっき言ってた要素、うん、あ、本当だ、茶色、そう、ちょっとワーカーな雰囲気が、足元がね、ブラックデニム、レッドイング入れて、で、レザー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 も、まああんまりこうそのバッチバチのレザーではなく、ちょっと着流すようなレザ ー、うんうんうん、薄い一枚革の、すごいっすよ、なんか、うん、これレザーなんだ、しっとりしてる、しっとりしてこれ。で、坂井さんといえばやっぱ T
ティアドロップ。なんかちょっと最後逃げた感じするよ。なんで隠すんですか、いつも俺の目を。ちょっと弱いし。弱い。弱いんだよな目が。いつも。ちょっと可愛い。このねティアドロップ前も出てきた、ね。前も出ましたねこれね。いやでもそう。あ、小物でかいっすねこの辺の。あ、そうですね。確かに。うん、これつけないから。ちょっとトゥアレグ系のね。あの民族系のジュエリーをさらっと。別にその坂井さん次第じゃない、こっからは、うんうん、ここまで来たらね、これはだってもうやったもん、まあまあまあ、やったもん、やったもん、側はやったから生き様だよね、生き様今さら無理じゃねえかな、デイビッドはデイビッドは無理じゃねえかな。この雰囲気でバラエティーで、うん、あの鋭角なクロスのようなラストパス、正確な動きのクロス、あとちょっと合わせるだけだいいな、すごい。これ T シャツの入れ方もこれちょっとね、さらっとちょっと片方だけ入れて、これなんでね、酒井の生き様とここが合わない、リンクしないそうだね、違和感があるもん、おしっこの後にちょっと入っちゃっただけだから確かにこれがすごいわ、お願いしますよ、テクニック、お願いします、この感じに出してもらって、はあ。でもまあこのブラウ、あのベージュとね、ベージュ系とブラックの合わせっていうのは本当に、うん、確かに、ね、大人っぽい、基本の合わせでもあるので、うんうん、すごく相性がいいので、まあブラックパンツ履いてるだけで結構スリムにも見えるんで、その分上は着流すぐらいゆるっとしたドレープ感が出るレザーを合わせちゃうぐらいの方が、うん、まあ体型もカバーしつつ、なるほど、あの、うん、ベッカムに近づけるんじゃないかと、はあ、だから日本人に意外と違和感ないですね、このそうですね、うん、レザーにジーパンにブーツなんで、なるほどね、うん、まあ確かに、ね、みんな全部アイテムとしてはもうリーバイスにレッドウィングって、はあ、僕らのね、あの教科書に載ってるようなものなので、ね、うん、ベッカムもそれをやってるんだ、やってますね、そんなんだ、普通によく見るとやってるなみたいな、意外とこうイタリアっぽいヨーロッパっぽい合わせなのかと思いきや、うん、アメリカっぽく着てるというか、まあ、その辺のセンスの良さがベッカムもあるかもしれないですね、まあ、顔がヨーロッパだから、うん、まあ、アメリカアメリカでもなんか土臭くならないっていう、あ、それがまあでも坂井さんの場合だと、うん、和なんだよ、顔は川崎だから無理だったら抹茶スタイユナイトに言ってください、ベッカムに憧れてる人コスプレですね、コスプレ日本のサポーターになるだけだいや、すごい、はい、すごいわ、さすが、いや、よかった、ありがとうございます、そんな気分になってもらえて、まあね、本当だ、気分はもうベッカムだわ、あ、ね、あ、気分ベッカム、気分はもうベッカムですよ、よかった、完全ベッカム、完全ベッカムです、すごい、ありがとうございます、とんでもないです、よかったです、ということで、はい、来週はね、来週、うん、平子さんを、はい、平子さんを坂口健二さんに、はい、はい、改造してしまうと、憧れの、うん、いや、やってみましょう、うん、お願いします、うん、ということで、はい、また来週、笑いすぎてちょっともう疲れちゃったな、これまた来ますから、ね、また来週、よろしくお願いします、はい、それでは、さようなら、さようなら。